群馬県道171号吉井安中線は、群馬県高崎市吉井町長根から道県、安中市中宿を結ぶ県道である。高崎市吉井町上、奥平の区間を、群馬県道49号、藤木高崎線、安中市屋伝から同市、板花までの区間を、群馬県道10号前橋安中富岡線と、重複する。また、 安中市板し花の一部区間は、国道18号高崎安中拡幅が共用される、以前に国道18号に指定されていた旧道である。昭和34年の路線認定当初での表記では、田野国吉井町大和吉井20番である。昭和34年の路線認定当初での表記では、安中市大和中宿あ和三の590番で、ある。 AB 賞は34年群馬県国事第326号県道の教用開始に関する国事賞は34年群馬県国事第324号県道路線認定に関する国事賞は34年群馬県国事第325号県道路線廃止に関する国事ありがとうございます。